だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだろう。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。はじめまして、僕は八神ライト。今日から君たちと共にこのベースキャンプで活動することになった。と言っても君たちとは違って強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。僕はただの人間さ。リュウ君、本当か？僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。ベノムズの出現だ。アジアエリアのガーラから救援要請があった。みんな集まってくれ。どうした？いや、なんでもねえ。今回の任務はナルトたちと君に行ってもらう。よっしゃ！今入った報告によればガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ敵の本陣へと向かったとのことだ。
ガーラのやつ、一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。そこか。ずいぶんと堂々とした資格だ。ちょうどいい。お前の力を示してみろ。転送完了しました。事態は一刻を争う。頼んだぞ。たく、簡単に言ってくれるぜ。ビビってるのか、ナルト。俺を誰だと思ってんだ。未来のほかげをなめんな。お前たち、ここは俺に任せて先に行け。雑魚どもは俺がやる。けど心配するな。さあ行け。わかった。頼んだぜサスケ。この程度か。期待外れだね、ナルト。どうやら間に合ったらしいな。さあ反撃開始だってばよ。ナルト待て。え？同じ奴がもう一人。一人なら俺も苦戦などしない。影分身？いや、そういうわけじゃなさそうだな。手ごわいぞ、注意しろ。それ、どうしてこんなものか。しまった。よっ、それ、俺。それ、それ、それ、くらえ、こっちだ。よっ、それ、俺。よっ、それ、くらえ。うわなんだ、どうなってんだこれ。まさかこれって。ああ、どんな仕組みか定かではないが、キューブが集まり奴の肉体を形作っているようだ。またこんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。キリがねえ。こいつらあと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。ナルト！任せとけ。